乗馬用の蔵。右は、ハラオビアンとは、人が馬に騎乗する際に用いるバグの一種である。ブリティッシュの蔵荷物運搬用の蔵動物の骨格は、物を運ぶ。目的用には進化しておらず、馬の背とは、形状の異なる人の尻、物を運搬する器具の脱毛符等と動物の背中を、拘束させるために、蔵が誕生した。 現代の乗馬のサドルは馬の背中中央の緩やかに凹んだ馬の背と呼ばれる部分にクッション性が良く吸水性の優れた毛布やマット等をかぶせた後に蔵を乗せ腹帯と呼ぶ10センチメートル程度の幅広の帯を用いて蔵と馬の胴体を固定する。日本の近代以前では木製の蔵が存在したが近代以降の蔵は圧倒的に革製が多い。 全近代の日本において、蔵が木製であったのは、戦場において、馬上組打ちの際、蔵の前輪に、相手の首を押さえつけて、締め殺す、必要性からであり、例として、平家物語の友江御前や、小田原法上木巻二の三浦義哲は、敵の首を前輪に押さえつけてねじ切っている。乗馬用の蔵は、まず乗馬スタイルによって、ウェスタンとブリティッシュに対別され、 形状や機能に違いがある。例えばウェスタンアンには全部中央にグリップが付けられているがブリティッシュアンにはない。またブリティッシュアンでは金属やプラスチック製のあぶみが主流だがウェスタンアンでは革製である。乗馬目的に応じて蔵の種類は総合案、障害案、バーバン等があり、形状、重量は異なるが、いずれも腹帯を用いて馬の胴体と固定する。 尻を乗せる部分の両側には、ももや膝が触れる位置には、フラップと呼ばれる垂れが取り付く。競馬等の競争種目で用いる、障害案では一般に、案上のと表現される、騎乗中の機種は両膝で、馬の胴体を抑え、蔵に尻を乗せることは少ないため尻を乗せる部分は、境外化した形状を保つのみであり、さらに馬の負担を避けることもあり、一般的な乗馬に用いる、 総合案に比べて著しく軽量化が図られている。騎馬民族は幼い頃より馬に親しみ、いわゆる人馬一体で鞍を用いずに乗馬できるが、馬の背の断面は丸く滑りやすいため、経験のないものが蔵をつけない馬に座ることまでは、できても、馬が動き出した途端に滑り落ちることが多い。日本国内で唯一のバグメーカーとして、ソメスサドル株式会社が乗馬案。 競馬案の製造をしている。競馬案に関しては、競馬機種のシェア7割を超えている。サドルステッチとは、比較製品全般で用いられる、縫製技術の一つ。接合する比較にあらかじめ糸を通す部分の穴を開け、糸を表、裏から鉢の地上に縫い合わせた縫い目を刺す。片側の糸が破断しても、容易にほぐれることがなく耐久性が非常に高い。 現代の巧妙な比較製品ブランドの多くは、創業時に乗馬用の比較製品を扱っていたバグ専門企業が多い。バグが期待する耐久性や機動性を実現するために培ってきた用途に応じた材質の選別等のノウハウやバグ特有の縫製技術を受け継ぎ、親子数代にわたって使い継がれる耐久性のある高品質な製品を提供している。サイドサドルで起乗し、 腹帯を締める女性機種。競技会のサイドサドル部門。サイドサドルとは、スカートを履いた女性が、馬灰にまたがるのを避けるため、乗馬の際に騎乗車の胴体を進行方向に向けず、馬灰に横向きに座り、頭部のみを進行方向に向ける女性固有の騎乗姿勢及びそれに用いられる蔵を言う。現代のサイドサドルは、コーンと呼ばれる二つの突起を備えており、 騎手は足でこれを挟み込むことで膝を安定させる。競技会など公式な場では左に座るが、プライベートな場では右でも許される。サイドサドルによってタイトスカートでも騎乗することができるが、騎手は体を常にねじった状態であるため、腰から背部を痛めることが多く、馬体の両側に対して足で浮上を行うことができないので、足の置かれない側は長鞭を使って、 補助としなくてはならない。また片側に多く負荷がかかるので馬にとっても悪影響がある。サイドサドルで騎乗するパレード中のエリザベス2世右側に騎乗するエリザベス2世と会話するロナルド・レーガンかつては女性にとって必須の乗馬作法であったが女性の社会進出と平等感の浸透により女性もまたがって騎乗することが普通となっている。現在では伝統的な競技会や 貴族以外ではする者はいなくなった。また北米では当初からサイドサドルを使う文化がなく、競馬の女性機種もまたがって騎乗している。クラスとは乗馬、馬術の習熟度や経験度を測る目安の一つで騎乗した回数のことを指す。正確には45分から1時間程度の1回の騎乗を1案と数える。例えば乗馬クラブにビジターで訪れた場合などに、 あてがう馬や、行う運動の種類、難易度などの選択、判断のため、クラスを尋ねられる場合が多い。ありがとうございます。